そういやスプラの、あ、3月1日やね。スプラのエキスパンションパック明日出んやんな。なんかさ、買いたかったんやけど、買うかどうか迷っててんやん、ずっと。そう、あんまスプラ最近やってないしな、まあ欲しくなったら買おうかなって思ってたところにさ、あの妻がエキスパンションパック買いますかって聞かれて、寝る前に、あーいやーちょっとわからんって言ってたんやけど、つい今日また LINE でエキスパンションパック買いますかってもう一回来てさよく考えたら息子はずっとスプラハマってんやんか。でその影響でうちの妻もちょっとやりだしてるんですよ。あ、そういや最近スプラやってたなと思っていや買いたいんでしょってそう買います買います2回来たね